市市に位置するるしかつく天津市人民政府の所在地である東は海岸に接し天津の中心市街をなす。区内にはイギリスやフランスなどの疎開時代の建築物が多く残っている。南京路、貧困道、和平路などが商業中心地として発展し、日本企業も多く進出している地域である。和平地区に行政区画が設置されたのは、 宋代の大観年間に設置された安氏会見である。1113年には乾安氏県に編入され、1126年には金朝に割上された。その後、各王朝による行政改編を受け、1731年、清朝により天津県が設置され、新末の1860年以降は、北京条約により英仏米日の疎開が設置されていた。 1949年、中華人民共和国が成立すると、天津市には11区が設置された。1952年10月、11区が8区に整理、統合されると、和平地区には第1区及び第5区が設置され、1956年にはそれぞれ和平区、新閣と解消された。1958年9月、 再度行政区の整理統合が行われ和平区、新閣及び白び差しく、下北区の一部が合併し、現在の和平区が成立、現在に至っている。この節の参考文献、ありがとうございます。